はい、ということで皆さんおはようございます。パクセレンでございますけれども、本日やってきておりますのは JR 常磐線千葉県我孫子市ですね、我孫子駅にやってきております。ちょうど目の前にその常磐線各駅停車で活躍をしております E233系が到着をしましたけれども、なんか E233 系とかいう割には側面のっぺりしていますが、これはもう地下鉄に直通するんでね、常磐線の各駅停車は。なんでその関係でこんな感じで側面がのっぺりした処理になっているんですが、今回はこの常磐線各駅停車とそれからそれに直通するさまざまな鉄道路線をね、乗り比べていきたいと思います。よく首都圏に住んでいると何とか線直通どこどこ行きが回ります、そういう放送を聞くことは多いんじゃないかなと思います。例えばなんか京王線直通橋本行きとかね、あとは京成線直通京成成田行きみたいな、そういうことは結構多いんじゃないかなと思います。これは別に他の鉄道会社に直通するだけではなく、例えば他の路線、例えばちょうど上野東京ラインが来ましたけれども、あれは同じ JR 東日本の路線東海道線に直通する列車です。こんな感じで他の路線に直通する列車というのは数多く運転されているわけですが、ただ他の地域と違ってこの関東では3つの鉄道会社、4つの鉄道会社にまたがって運転される列車というのが少なくありません。現に今目の前に止まっているこの601系と表示している列車も、これも常磐線から地下鉄千代田線に直通して東京の都心をぶっちぎり、そしてさらに代々木上原から小田急に直通、向こう側丘遊園まで向かう、そのような列車となっています。常磐線には常磐線の、どんどん駅を通過していく快速電車と、それからもう一つこのように各駅にちょこまかと停車していく各駅停車の2つがあります。こっちは常磐線の各駅停車、いわゆる常磐観光線で、向こう側に止まっているこちらのグリーン車を連結したこっちの青い列車の方は、これは快速列車です。常磐快速線とか常磐線快速電車などと呼ばれています。で今回ご紹介するのはこのうちのこっちですね、各駅停車の方、70年代からだったと思うんですけど、相当昔からですね直通運転をやっておりまして、現在では JR 東日本東京メトロ、そして小田急の3つの鉄道会社にまたがった直通運行形態が確立されています。で今回はそんな JR 小田急東京メトロの3つの鉄道会社にまたがって運行される列車を全区間乗り通してみたいと思います。よろしくお願いします。ドア上のディスプレイを見てみると、この電車は千代田線経由小田急線直通小田急線内急行向こう側丘遊園駅となっています。そう、実はこの電車代々木上原から先小田急線に入るんですが、終点の向こう側丘遊園まで急行運転を行います。こんな感じで常磐線内、それから地下鉄千代田線内を各駅に止まっていくんですが、しかし小田急線に入った途端に通過駅が発生する、そのような列車というのも結構多く運転されているんですね。時刻は8時12分、列車は我孫子駅を帝国通り出発しました。さっきホームで流れていたあの曲はウォータークラウドという JR 東日本でよくある汎用型の発車メロディーになるんですが、あれは駅のスピーカーではなく車両側に搭載されているスピーカーから流れていました。いわゆる車載メロディーというものです。乗降促進とも呼ばれていますが、2019年の夏頃からだったと思いますけどね、常磐線の各駅停車では駅での発車メロディーの使用を取りやめ、そして現在ではこの車両側に搭載されているメロディーを発車の際に流すようになりました。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は常磐線各駅停車、地下鉄千代田線小田急線直通向こう側丘遊園行きです。次は北柏、お出口は右側です。この乗降促進メロディーは上り線と下り線でそれぞれ別の曲が用意されているんですが、しかし上り線は上り線でずっと同じ曲を各駅で使い回し、また下り線も下り線で各駅同じ曲をずっと使い回し続けるので、ずっと乗ってるとね、そのうち洗脳されてくるんですね。あ、なんかこの曲さっきも聴いたなみたいな、そんな感じになってくるので、よくこの曲は洗脳メロディーと呼ばれることがあります。多分そのうちね、その下り線の方のメロディーに関しても聞く機会があると思いますので、その機会にまた皆さんにご紹介しようと思いますけれども、そんな感じなので、よくね、横浜線とかそれから武蔵野線でも同じように同じ発車メロディーが何駅も連続で使われているので、この曲は横浜線では洗脳メロディーだとかなんとか言われることもあるらしいんですが、それと同じような現象がこの常磐線各駅停車でも発生しているわけです。列車は柏に到着、常磐線内ではそれなりに需要の大きい駅です。特急トキワ号なんかもかなり多くの列車が停車をしています。それではここからしばらくの間、5駅分かな、この常磐線各駅停車乗降促進メドレーをどうぞ。23分発各駅停車我孫子行きです。Thank you.
松戸を出発するといよいよ東京都に入ります。次の電車駅は江戸川の向こう側、葛飾区金町です。反対側からやってきたこの緑色の電車、なんか色だけ見ると JR の電車のように見えますが、しかし顔やそれから側面などを見ると JR の電車とは明らかに雰囲気が異なることがわかるんじゃないかと思います。あちらは直通先の東京メトロ千代田線で活躍をしております16000系。あの車両はこの JR 常磐線のほか小田急線にも直通を行っています。多分一番西だとね、伊勢原とかの方まで行ってたんじゃなかったかなと思いますけれども、結構ね運用範囲の広いロングラン通勤電車として活躍をしております。画面の左側からは上野からおそらくやってきたと思われる青色の15両編成の快速列車。皆さんもご存知の通り、この辺りの常磐線は線路が上下線で2本ずつ敷かれている複合線となっていて、速い列車が走る線路と遅い列車が走る線路が完全に分けられています。こうすることによって速い列車が遅い列車に頭を押さえつけられて伸び伸びと自由に走ることができないということはありませんし、また逆にこの各駅停車電車、遅い電車に関しても後ろからやってくる快速電車や特急列車の待ち合わせなどで所要時間がどんどん伸びるということは特にありません。今到着しているこの駅は壁あり駅ですが、この駅には各駅停車電車しか止まりませんので、ホームがあるのはこちらの各駅停車側だけ。左側の快速電車の線路の方には全くホームなどというものは設けられておらず、完全に快速や特急はスルーをするといったような光景が広がっております。こういう光景は他に中央線の快速とかね、それから総武快速線とかでも見られますけれども、この常磐線でも同じような光景を見ることができます。ちょうど上野駅でしょうか、わかりませんが、グリーン車をつないだ15両編成の青い、これは中距離電車ですね。水戸とか勝田とかそっちの方からやってきたと思われる列車が、ちょうど亀有駅停車中に追い抜いていきました。だいたいこんな感じでね、後ろからやってきた快速とか特急に簡単に抜かれることができますので、こうすることによって快速列車も、それから各駅停車もそれぞれ十分な増発をすることができるようになります。ちょうどまた反対側から、こっちは取り手までしか行くことができない緑色の快速、通称緑快速ですが、こっちもまたやってきました。さっきこの列車が亀有に到着するところで反対側のホームに電車止まってました。あれ我孫子行きなんですけど、あれがねもし線路1本しか上下線で敷かれていないのであれば、こんなに高頻度で列車運転することはできません。そうしないと後ろからやってきた列車がね、前を走っている列車に追突するとか、そういったこともあり得るからです。しかしこのように上下線で線路が2本ずつ敷かれている場合であれば、そのような心配はする必要がありません。さて列車は次の停車駅綾瀬に到着です。この綾瀬までで JR 東日本の乗務員が担当する区間は終わり、ここから先は東京メトロの担当する区間に入ります。お、ちょうど反対側からは、これは上野からですかね、で特急東京号がやってきました。やっぱかっこいいですね。そりゃいいんだけど、この綾瀬駅のこのホーム上の光景にまず皆さんご注目いただきたいと思うんですが、でこれ駅のこの1番線とか、それから何時何分何番線からどの列車がどこ行きに出発しますよみたいな、そういう発車表とかがね、いろいろ天井から吊り下げられていると思うんですが、これら一つ一つが今までの亀有とか松戸とか我孫子とか、そういった各駅と比べると圧倒的に変わっていることがわかると思います。でそう、実はこの綾瀬駅は一応 JR とそれから東京メトロの境界駅ではありますが、しかし駅の管理を行っているのは東京メトロなので、ホームドアとかそれから駅の看板などは基本的に東京メトロ仕様になっているんですね。またこの駅では綾瀬車発の各駅停車代々木上原駅に道を譲ることになっています。ホーム上の雰囲気大体こんな感じ、ホームドアとか、あとはそれからこの上から吊り下げられている発車表とかで、全然これもうさっきまでの JR と違うじゃないですか。この綾瀬って書いてあるこのフォントとかも違いますよね。それからこれか、この2番線千代田線、北千住、代々木、上原方面とかいろいろ書いてますけれども、こういったところからも東京メトロらしさを感じることができます。ちなみにこのようにディスプレイを見てみると、急行向こう側が遊園駅となっています。さっき我孫子を出た段階では各駅停車だったんですけどね、これは小田急線内代々木上原から先、この電車は急行として運転しますので、あらかじめその小田急線内で運行する際の種別をもうこの綾瀬から表示しているわけです。地下鉄千代田線は、まあ、特にね代々木上原方面行きの電車の場合、小田急線に直通する列車はその小田急線内での種別をもうすでに綾瀬の段階で表示することになっていて、まあ、つまりこの電車は代々木上原から先急行として運転しますので、もうこの綾瀬の段階で急行表示が出ているというわけです。あそこに JR マークがありますけど、なんか JR の電車でこういう風に急行表示が出ているっていうのはなかなか不思議ですよね。 JR では急行列車は2016年の3月のダイヤ改正、北海道新幹線開通の直前に廃止をされました青森札幌間の急行浜那須、あれが最後なので、現在は JR の定期急行列車というのは存在をしておりません。特に JR 東海なんかはね、時々臨時列車で
やったりしてますけれども、しかし定期の急行列車というのは存在をしておりません。しかしそれはあくまで列車の話でして、このように地下鉄に直通するなどして運行されている急行電車というのはもう普通に健在ですからね、特に施設なんかではね。なのでこういった首都圏では JR と通勤電車が急行、それから特急の表示を出している様子を楽しむことができます。特急表示出してるのはあれですね、 JR 相鉄直通ですね。あれも最強専用の E233 系が特急表示を出している様子を時々楽しむことができます。列車は荒川を渡りまして、隅田川と荒川に挟まれた中洲地帯にやってきました。まもなく列車は北千住に到着しますが、この北千住駅の手前のところでこのようにトンネルに入ります。このトンネルがね、なかなか長いんですよね。この東京メトロ千代田線は綾瀬からずっと東京の都心をぶち抜いて、そして代々木上原までつながっている地下鉄線で、東京メトロの路線の中ではまあまあ古い方の部類に入ってくるんじゃないかなと思いますが、両端の綾瀬駅、北綾瀬駅とそれから代々木上原駅を除く各駅は全てこのように地下トンネルの中に設置をされています。さっきまではね、なんか JR の乗降促進がずっと同じ区間が使われ続けておりましたけれども、この東京メトロ千代田線の区間に入りますと、先ほどまでの常磐線内とは打って変わりまして、各駅それぞれおしゃれな発車メロディーが流れるようになります。さっきまではずっと各駅同じような曲ばっかりが流されていましたけれども、しかしこちらではそれぞれの駅にあったおしゃれな曲がね、まあこれは千代田線に限った話ではなく副都心線とかではそうだと思いますけれども、まあ、そんな感じでおしゃれな曲が流されるようになりましたので、なんか東京メトロに入ってからの方は少し気分が軽くなったような気がしますね。それではまた、なんかさっきのね、ウォータークラウンのメドレーではありませんけれども、ここから先もまたしばらくの間、この東京メトロ千代田線各駅、まあ、全部ではないですけれども発車メロディーのメドレーをお楽しみください。結構ね、いろんな曲が入ってますから。今ぐらいだったら別に著作権に引っかかるとかそういうことはないんじゃないかなと思うんですけど、まあ多分大丈夫だと思います。皆さんにもお楽しみいただけていれば幸いです。今回は千代田線の発車メロディーの中から10駅分をまとめて皆さんにお聞かせしました。さて、代々木公園を出発すると次の停車駅、千代田線の終点代々木上原駅は地上にありますので、このように地上に出てきます。このような感じで、これ今ちょうどね、新宿からやってきたロマンスカーのエクセですね、しかも未更新の茶色い方がやってきましたけれども、このように小田急線の上下線に挟まれる形で千代田線のこの北千住方面駅とそれから代々木上原方面駅が入ってくるような形になります。列車は代々木上原駅に到着。ここまでが東京メトロの管轄となっておりまして、ここから先は今度小田急電鉄ということになっております。これよく見ていただくとちょっと分かりづらいと思うんですけど、これ手前がね、東京メトロ管轄のホームで、奥が小田急管轄のホームなんですよ。なので実はこれすごい気づきにくいことだと思うんですけど、これ手前の東京メトロ管轄のホームとそれから奥の小田急管轄のホームでホームドアの形が若干違うんですね。これ分かります？小田急のホーム、若干さっきまでの JR とかそれから東京メトロのホームドアと形違うでしょ。これね、分かると思うんですけど、ほらこの側面の様子とかね、見たら、あ、確かにこれ東京メトロと小田急で若干違うなというふうに思っていただけるんじゃないかなと思います。ちなみにこの駅ではだいたい 4,5 分ぐらい止まってましたかね。後ろからやってくる快速急行の待ち合わせをしていました。こうやってホームドアのところだけこのように拡大して見てみると、あ、確かに違いがあるなと分かっていただけるはずです。この代々木上原では後ろからやってくる快速急行小田原行きの待ち合わせをします。さっきはね、白いタキシードボディの特急列車とか、それからグリーン車を2両つないだ快速列車とかいろいろ見てきたわけですけれども、トンネルをくぐってその先に待っているのは全く別の環境、このように大手施設小田急電鉄の車両がわんさか走り回っている、そのようなところまでやってきてしまいました。なかなかこれも東京ならではの景色なんじゃないかなと思います。
さて、まだこの列車には出発の現時が与えられておりませんので、しばらくこの駅で停車をしますけれども、今向こう側で動いているあの青い帯の電車が先ほど皆さんにご覧に入れました快速急行の小田原駅です。この先小田急線は50年かけて作り上げた複線区間に入るわけですが、その複線の線路は今快速急行が走っている線路とその一つ右側の線路ですが、目の前にあるポイントは引き上げ線、つまりここから先直進しなさいというふうに開通をしています。これでは小田急線に入ることはできませんと思っていたらば、このように開通をしてくれました。これで小田急線に入る準備も整い、ここから先もまた引き続き電車の運行を続けることができます。ここから先は急行運転を始めます。ここまではずっとちょこまかちょこまか各駅に停車をしてきたわけですが、ここから先はいよいよ急行運転。この先の停車駅は下北沢、共同、成城学園前、そして上りと終点の向こう側が遊園です。時間帯によってはさらにその先、相模大野とか伊勢原まで行く列車なんてのもあります。本日も小田急をご利用くださいましてありがとうございます。急行向こう側が遊園行きです。まもなく下北沢です。下北沢の次は共同に止まります。井の頭線は踊り替えです。遊戯上原を出発するとすぐにこのように地下トンネルの中へと入っていきます。この先見えておりますこちらが東北沢駅ですが、東北沢、下北沢、世田谷代田、これら3駅は地下トンネルの中に作られている駅だからです。でまたこの辺りでは内側2本が観光線、外側2本が快速線、まあ、いわゆる急行線ですね。速い列車が走る線路となっていますが、これがこの先では位置関係が逆転をします。またこんな感じでさっき下北沢の駅なんかも過ぎて、そしてまた地上に上がってきました。奥に見えているのが梅ヶ丘駅ですが、先ほどと線路の位置関係が逆転していることがお分かりいただけるでしょうか。下北沢とか世田谷代田とかあの辺りを走行しているうちに線路のその位置関係が少し変わりまして、そしてここから先高架橋のずっと走っていく区間、上りとまでは内側の2本が快速急行やロマンスカーが走行する急行線、外側の線路が各駅停車や準急が走る観光線というふうに分けられるようになりました。今ちょうど反対側各駅停車の新宿行きが走ってますけれども、あれももちろん各駅停車ですから、この外側の線路を走行しています。そしてその後ろからやってくるこちらは5000型の快速急行新宿行きですが、こちらは快速急行ということでどんどん駅を通過していく種別ですから、このように真ん中の線路を走行しています。こうして見てみるとなんか新幹線に乗ってるみたいですよね。感覚としてはね、新幹線もこのように真ん中に通過線があって、でその外側に待避線、さらにその外側にホームを設けていると、そういう新幹線駅は多いはずです。僕の近くだと小田原とかもそうですよね。列車は共同に到着、お経の堂にお堂の堂と書く、もう完全になんか仏教関係の施設があるんじゃないか、そういう風に思われる駅名ですけれども、実際この辺りに有名なお寺豪徳寺があります。でも豪徳寺はちょっと離れてるんで、もしかしたら共同とはあまり関係がないかもしれません。この共同駅はまた今度別の動画でご紹介しようと思いますが、上り線と下り線で若干ホームの構造が違う少し面白い駅です。ここで反対方面からは特急ロマンスカー7万型 GSE がやってきました。うちのチャンネルで最近ね、なんかロマンスカーを取り上げることをあまり多くなくなってきてるんで、またあの GSE を乗りたいなというふうに思っているんですが、いかんせんスケジュールが合わないので乗ることができていません。でそしてまた共同出発して次の停車駅は成城学園前ですね。成城学園前ですけれども、反対側観光線を走行しているあちらは回送電車です。お客さんは乗っておりません。しかしあんな感じでね、回送列車とそれから特急列車をほぼ同時に走行させることができているのは、先ほどの序盤線同様速い列車と遅い列車を完全に分けたこの複線のおかげです。今走行しているのが、これが多分、祖師ヶ谷大倉だと思うんですが、そうですね、祖師ヶ谷大倉駅を通過。ここで、この先、成城学園前で、環球接続を行います、各駅停車の本厚木行きを走りながら追い抜いていきます。向こうも向こうでね、次の停車駅、成城学園前ですから、このように加速をしていくわけですけれども、しかし、あちらは加速をしながら、このように走っていかなければなりませんので、さすがに急行に勝つことはできません。成城学園前で、環球接続を行って、そしてすぐに出発。ここではちょっと各駅停車の方が先行してしまったみたいで、ちょっとまだ画面の中で認識することはできてませんけど、どこにいるんだこれ。まあどっかにいるはずです。はい、いました、いました。この画面の左端にちょっと明かり見えますけれども、こちらが各駅停車の本厚木行き。こんな感じで、ほぼ同じぐらいのスピードで成城学園前のトンネルを抜けて、そして各駅停車の本は次の停車駅、北見。そして僕が乗っている急行電車の方は次の停車駅、上戸です。ですから今目の前に見えているあの北見駅ありますけれども、あの北見に泊まるために左側の各駅停車はもうすでに減速を始めていましたが、こちらはもう北見駅とは全く何の関係もありませんので、しれっとこのように通過をしていきます。やっぱりこういうのは気分がいいですね。うん、真ん中の線路が、失礼、ホームがないところをさっそうと通過していく、本当に気分が爽快なものです。
また反対方面、こちらも5000型のおそらくは快速急行、多分乗車率的に快速急行だったんじゃないかと思いますけれども、また一つ駅を通過していきます。これが多分狛江ですね。狛江の駅もまた一つ通過をしていきまして、そして列車はまもなく上戸の駅に滑り込みます。多摩川を渡って東京都から神奈川県へ、今渡っているのがこれが多摩川の鉄橋です。これを渡ってすぐに列車は上戸の駅に到着をします。ここでは観光船から急行船の方に渡るこのような渡り線が設置をされておりますけれども、これはかつてこの上戸駅の下り線ホームが現在の2番ホームしかなかったからその名残です。昔はこの一番左側の線路というのはなかったんですね。もう福福線が2018年の3月に全線開業ということになりましたけれども、それまでこの上戸駅の下りホームはここしかありませんでした。なのでずっとね、観光船を走ってきた電車がちゃんと上戸駅のホームに入れるように、あのような片渡り式のポイントというのが整備をされていたわけです。まあ、今ではそれもほとんど用をなしていないと思いますけどね。列車上戸の駅に到着、次の停車駅が向ヶ丘遊園ですが、しかし続行の快速急行は向ヶ丘遊園には止まりませんので、新百合ヶ丘と新百合ヶ丘からさらにその先向かうお客さんはこの上戸で乗り換える必要があります。車内もこんな感じでガラガラ、まあ、向ヶ丘遊園に行くお客さんはこのまま乗り続けてればいい話なんですけど、しかし向ヶ丘遊園に行くお客さんもそんなにたくさんいるわけではないので、このように車内は本当にガラガラのガラです。さっき亀有とかあの辺りではまあまあ混んでたんですけどね、それももうまるでなかったことかのようになっています。さあ最後の途中停車駅上戸を出発しまして、次が終点の向ヶ丘遊園です。この上戸と向ヶ丘遊園の間は上り線は線路が2本敷かれているんですが、しかし下り線に関してはこのように線路が1本だけ、いわゆる3線区間となっています。これも今から1年以上前にうちのチャンネルでご紹介しましたけど、多分その動画をご覧になっている人、今この動画をご覧になっている方の中にほとんどいないと思うんで、まあ、改めてご紹介しますけれども、この辺りは小田急線朝の通勤ラッシュがあまりにもひどいということで、上り線の方だけ設備を増強するということをやっています。この向ヶ丘遊園から上戸の間もそうで、上り線に関してはその朝ラッシュ対策で線路が2本敷かれているんですが、一方の下り線に関しては夜の帰宅ラッシュはそこまでね、朝ほどにめちゃくちゃ本数を増やさなければならないというほどではないので、線路1本で事足りるだろうということになっており、まあ、その関係でこの区間では上り線が線路2本、そして下り線が線路1本の全国的にも結構珍しい線路が3本敷かれている区間ということになっています。列車は向ヶ丘遊園駅の一番外側のホーム、一番ホームに到着。ここに到着をすれば、後ろからやってくる各駅停車やそれから快速急行の邪魔をすることなく、ゆっくり、この回送列車になる準備をすることができます。一旦この列車は向ヶ丘遊園に着いてから回送として、この先にあります引き上げ線に入って、そしてまた、この向ヶ丘遊園始発、地下鉄千代田線、それから常磐線直通の列車に化けるということになってるんですね。なんかこの向ヶ丘遊園というバリバリこの小田急の駅名標が掲げられている駅に JR の車両が入ってくるっていうのは、これ2016年に始まった光景なんですが、直通開始から6年経っても未だにこの光景にどこか違和感を覚えてしまいます。さあ扉を閉めて回送列車は向ヶ丘遊園駅の引き上げ線に向かって出発をしていきます。これちょっと鉄道に興味がある人からするとね、JR に急行が走ってるぞってなるんですけど、これ急行運転するのはこれ小田急線内だけなんでね、皆さんそこだけはご注意ください。ということで今回は JR、 東京メトロ、小田急電鉄、これら3つの鉄道会社に直通するロングラン通勤電車についてご紹介をしてまいりました。他にもね、首都圏には様々なところ、いろんなところで、ね、地下鉄を介して直通運転を行っている列車というのはたくさんありますので、今後はそういった列車についても皆さんにご紹介できればいいかなと思っております。それでは今回の動画はここまで。ご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。